M65、M65 は、アメリカ軍によって用いられた戦闘服、野戦用ジャケット。使用番号を見る DTL-43455 にて規定される。正式故障は、コーツ、コールドウェザー、フィールド、一般的に M-65 フィールド、ジャケットと呼ばれているが、アメリカ軍、見る規格上の故障は、コートである。 本モデルは朝鮮戦争で使用された M-51 フィールドジャケットの後継として開発され2008会計年度に発注された M-65 の軍への納入が完了するまで実に40年以上にわたってアメリカ軍の現用もで出会り続けた。特にワンガム戦争では夜間砂漠地帯の急激な冷え込みに対応するため多くの M-65 が支給され テレビに登場する指揮官も着用していたため、ベトナム戦争以来多くの人々の目に触れることとなった。主にアメリカ軍及びアメリカ沿岸警備隊などによって用いられたが、南ベトナム軍や韓国軍などアメリカの支援する国々の兵士たちにも少数ながら支給され、着用された例がある。非公式に戦闘地域で用いられた例は口述する。 M-43 の洗練されたジャケットスタイル M-50 のライナー統合システム USAF フィールドジャケットキャトルジャケットの襟内蔵フードを継承統合した M-65 のデザインは他のモデルにも影響を与えアメリカ軍のみならず NATO など周辺国の戦闘服でも類似するデザインを採用している例が多くある 日本においても自衛隊の防寒戦闘服がい外の上着は襟に収納するフードなど外観は M-65 に強く影響されていることが伺える。当初 M-65 の使用番号はミル G-43455 であったが、1994年頃に見る企画が改定され、新規ミリタリーパフォーマンススプシファクションズのものは使用番号 m 見 PR 界。 従来、ミリタリーディテールスプシファクションズのまま維持するものは、使用番号ミル DTL に変更されることとなり、それに合わせて、ミル DTL-43455 に変更された。また、当初の故障は、コーツ、マン、S、フィールド、M-65 であったが、1971年頃からは、コーツ、コールドウェザー、マン、S フィールドに、 1978年頃からは、コーツ、コールドウェザー、フィールドに変更された。M-65 は、前の採用モデルである、M、M-51 を継承しており、両者は類似している部分も多い。M-51 からの主な変更点はなどがある。1960年代以降、いくつかのバージョンが、多数の企業によって製造されている。 軍への納入実績のある主な製造会社には MA-1 フライトジャケットで有名なアルファ、インダストリーズの他に SO、ソスタイルズ、ゴールデニ MFG、ウィンフィールド MFG、アメリカンアパレル等があるが、これ以外にも多数の民間アパレルメーカーが契約納入している。また、契約会社と製造会社がそれぞれ異なる2つの社名がラベルに記されたものもあり、 繁忙期には受注を取り過ぎた会社が手の空いている会社に仕事を回していたことが伺える。他に軍の受品製造部門であるディフェンスパーソネルサポートセンターで製作されたものもあり、民間企業で製造されたものとはコントラクトナンバーが異なる。製造会社によって細部の違いはあるものの、正式納入された製品の表地は主にコットン、ナイロンイコール50。 50コンボのサテン。この丈夫な素材の組み合わせは、ナイロンコットン、ナイコ、ナイコと呼ばれ、ナイロンの特徴である、速乾性と耐久性、綿の特徴である、難燃性と吸湿性を兼ね備えた生地となっており、当時、軍用の衣服に多用された。コットンウォックスフォード生地の裏地が付いており、見た目よりもジャケットに重量感がある。裏地は1980年頃からは、 鍵先などの小さな破れが広がりにくいを格子状にナイロン繊維が織り込みれたコットン生地が1999年頃からはコットンナイロンオックスフォード生地が使われたモデルも製造されている。生地はオリーブグリーン色 OG-107 をはじめとしてウッドランド明細柄 M-81 デザート明細柄 3C ユニバーサル明細柄 ユーシップなどの迷彩柄なども採用、製造された。1965年頃から1991年頃まで、オリーブグリーン色を製造。1982年頃から2005年頃まで、ウッドランド迷彩柄を製造。1989年頃から2005年頃まで、デザート迷彩柄を製造。さらに2006年頃と2008年頃には、 ユニバーサル迷彩柄が製造されている。生地表面にクワルパルという撥水加工が施されているため、ベトナム戦争の際、兵士たちが南ベトナムの高地でスコールの後の寒さなどをしのぐのに役に立ったと広く語られているが、実際には着用や洗濯を繰り返すうちに容易にその効果は失われてしまうため、基本的には雨天向きの医療ではない。 1966会計年度に発注された最初期モデルはショルダーループが省略されているがすぐに復活採用された。なお、ユニバーサル迷彩柄のモデルでは再び省略されることとなる。ショルダーループのウムは M-65 を分類する上で使用されることがあり、このことについては口述する。肩の後ろの背中の部分には アクションプリーツと呼ばれる膝構造を設け布に余裕を持たせており、さらに肘の部分にもプリーツを設け立体的にすることで腕の取り回しがしやすいように設計されている。袖にはマジックテープで固定するカフストラップが付けられている。当初はカフストラップで絞る際に袖口を内側に折りたたみやすいようマチが設けられていたが、年以降のモデルでは 省略されている。また、袖には三角のフラップ状の折り込み生地が付き、袖の内側に折り込みマジックテープで固定できるようになっている。これも1999年頃以降のモデルでは省略されている。裾と腰の部分にはドローストリングと呼ばれる紐が取り付けられている。引っ張ることで身頃を体に密着させ、バタつきを抑えたり、 風の侵入を防ぐことができるようになっている。腰のドローストリングはコットン製のもの、裾の部分には腰と足の動作を阻害しないようにゴム紐が取り付けられている。フロント部分はファスナーとスナップボタンの両方で閉じるようになっている。ファスナーは大型のものが使われ、引き手に紐が装着されており、グローブを装着したままでも使いやすいように考慮されている。 1971年頃までの初期の入乳分は、主にアルミ製ファスナーが用いられていたが、柔らかい金属であるアルミは、耐久性や酸化すると開閉しづらくなる問題があり、新鍮性ファスナーに変更された。1982年頃のモデルからは、塩害の防止、軽量化、金属部の消音効果を期待して、プラスチック製ファスナーのものが製造されるようになった。 真鍮製からプラスチック製への移行機にはフロントが真鍮製、襟がプラスチック製のモデルも製造されている。ファスナーの種類は M-65 を分類する上で使用されることがあり、このことについては口実する。ポケットは大型のものが胸部左右に一つずつ、腰部左右に一つずつの計4つ備え付けられている。これは M-43 以降共通の衣装となっている。それぞれのポケットにはフラップがあり、金属製のスナップボタンで閉じられるようになっている。胸側のポケットは、マち付き、洋側のポケットは、開口部が、玉縁仕上げとなっている。フロント部とポケットのスナップボタンはすべて、見返し側のみに打ち込まれており、金属部が、本体の表面に露出しないようになっている。 パッチ類は直接縫い付ける形だったが、A 氏ではマジックテープで取り付ける形になったのに合わせて、ユニバーサル名彩柄のモデルでも前立て、両胸ポケット状、両肩にマジックテープのメス、ループ面が追加されている。襟は立襟の衣装が採用されている。襟にはマジックテープで固定するチンストラップが付けられており、襟を縦固定することで首元から、 寒気が侵入することを防ぐこともできるが、通常は折り開いて着用されることが多い。また、襟の背面にあるファスナーの中にはフードが収納されている。フードはナイロンコットンオックスフォード生地で、接続部は伸縮性のあるナイロンニットになっている。ドローストリングが付けられており、引っ張ることで頭部との密着度を調節することできる。極寒地では別に、 M-65 シェルパーカと共用のファーのついた厚手のフードを襟に装着できるようにボタンホールとボタンが用意されており通常は使用されない襟の周りのボタンホールとボタンその際に使われる本体の内側には防寒用ライナーを固定するためのボタンがついておりライナーを装着することでより玄関な環境に対応できるように設計されているライナーは 使用番号ミルエル -43536 に適定。正式故障は、ライナー、コールドウェザーコーツである。オリーブグリーン色、ウッドランド迷彩柄、デザート迷彩柄のモデルのライナーは共通で、オリーブグリーン色、OG-106。ユニバーサル迷彩柄のモデルのライナーは、ポリッジグリーン色になる。反転のような形状をしており、脇の部分が、 袖と完全につなげられておらず空いている。ナイロンリップストップ生地にポリエステル面をダンベルパターンにキルティングしたもので、M-51 のライナーと比較すると、とても軽量である。1987年頃のモデルからは、イキックスの一部として流用されることを想定して、単体でも着用しやすいよう、フロント部を閉じて固定するためのボタンが追加されている。サイズは脅威に合わせて、 X, small, small, medium, large, X large の5種類、身長に合わせて、おのおののサイズごとに、X, short, short, regular, long の4種類がある。X large には、long の設定がなく、large, X large には、X short の設定がない。より多様な体格に対応するため、オリーブグリーン色以外には、X large に、long が設定された。 さらに、ウッドランド名彩柄とユニバーサル名彩柄に限り、スモール、ミディアムには、XX ショートが、ミディアム、ラージ、X ラージ、XX ラージには、X ロングが、さらにラージには、XX ロングが追加された。ライナーのサイズは、X ショート、X スモール、X ショートスモール、X ショートミディアム、X、スモール、スモール、ミディアム、 ラージ、X ラージの8種類。X ショートを除くすべての身長サイズ共通で、脅威サイズごとのバリエーションになっている。ジャケット単体で 1.5kg から 2kg 程度の重さがある。非正規軍などにおいて、軍用として戦場で着用されることがある。アメリカ同時多発テロ事件を死亡したとされる、オサマ・ビンラディンは、犯行声明を収めたビデオの中で、 ウッドランド迷彩柄のモデルを着用していた。この他にも、イラクの狙撃手や、南米、中東、アフリカの民兵、テロリストグループなどが着用していた例がある。軍の放出品や不良品、PX 品、レプリカ品、コピー品など、数多く流通している。軍の放出品とそれ以外との区別は、内側に縫い付けられたラベルを見ると付けられる。素材や、 使用法の他にコントラクトナンバーが記載されている。これによって発注期間、契約年などがわかるようになっている。近年ではラベルと共にコントラクトナンバーの記載されたバーコードも添付されている。しかしながらこのラベル自体もそのままコピーされている場合もあり、見分けることが困難な場合もある。また、不良品は軍の放出品と全く同じラベルが付けられており、 ペンなどで不合格を表す印を付けられていることもあるがないものは区別が困難である。M-65 の使用は1965年から2007年までの間に20回以上改定されているが、それとは別に民間レベルにおいて大まか4つに分類されることがある。上記の分類に加えて1968年頃から1972年頃に 製造された裏地が、セージグリーン色、シェード509のモデルは、グレーライニングと呼ばれることがある。近年では軍用のみならず、カジュアルファッションのアウターとしても一般化している。日本では、俳優の高倉健やタレントのところジョージ、浜田雅都木村拓也などが愛用していることが知られてる。また、野外作業の際にも用いられることがあり、写真家のラリーバローズや、 反捕鯨団体 C シェパード設立者のポール・ワトソン、アウトドアスポーツの愛好家やオートバイのライダーが着用している様子がしばしば見受けられる。ファッションブランドがジャケットを制作する際のデザインソースに使うことも多い。M-65 をデザインソースに使ったジャケットはイタリアのアスページが有名だがブランドによっては一見するとオリジナルがわからないほどにデザイン化されたものもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。